高いよね。そうだ、やっぱここにあるね、スプリンクラーは。富山とかこういう豪雪地帯だと、ここから水を流すのに地下水使うらしいんですけど、それのやつでどうも錆びるらしいんで、そのから流れ落ちてくところはこうやって赤くなってくるんですね。すごい。へえ、なんか入り口のところも独特な手が打てますね。さあ、ちょっとじゃあ調べてね。うん。ああ、一発目のその列車はちょっと難しいか。長波内系と何分ってなってた？ 18 分ってなってたもんな。うん。6時5分で全然間に合わん。で、6時30分、これは乗りたいな。6時56分のだと、越中山田から折り返しが、折り返し時間が6時、7時ちょうどについて、ね、ほぼちょうどについて10分くらいしかないですからね。うん。ちょっと、さっき言ってた駐車場、どっか駐車場があるらしいって言ってたけど、さっき言ってた駐車場らしきところは、あ、さっきの駅のところにあんの？え、どういうこと？どういうこと？一番端のところなんだ。なるほどな。おーし、よし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 。わかってきた、わかってきた。構造で言うと、この前言った、網野駅に近い構造っぽいですね。駅から、まあ、全然歩いて全く問題なく行ける距離のところなんですけど、駅のロータリーからちょっと人と外れたところに、なんか側線みたいな感じで作ってあって、そこにどうも無料駐車場があるみたいなんで、まあ、そこでね止めてちょっと上半線、まあね、ちょっとだけですけど、まあね、使わないよりはね、ちょっとでもね乗って買った方のがいいんじゃない、いいでしょう。まあ一応、利用規約的な問題ないはずです。うん、一応上原線の利用者なんでね、ということになるはずなんで、よし、あ、150円ある、150円あるよ、まあ、あ、大丈夫、あるあるある、うん、よし、150円もあるし、カメラも持ったし、よし、いけるぞ。じゃあちょっとこっちの駐車場の方まで回っていきましょう。意外とそんなにも使わないからね。よし、行きましょう。あ、それにしたってびっくりですよね。晴れてきてやがるよ。驚異の晴れ男、え、天才だね。あの大雨、台風の大雨から晴れ間を見るんですからね、降りるぞってなったら、すごいな。で、一応ちょっと今見た感じのところでの感じで行ってみますけど、よいしょ、おお、行きますよと、行きますよ、すごい。バス停の名前ローソンなんだ。おお、スーパーのね名前、チャスコ前とかはたまにありますけど、あ、すげえな。で、一応お話を。で、どうも、あ、電車が入ってきた。なになになに、めちゃくちゃ待ちながらな。キハ47系じゃね？マジで？マジで元気でキハ47走ってんだよ、ここ。あ、で、ここ、一つ曲がった。ここ。あら、8月21から25日まで、井戸工事のため、利用できませんってなったけど、いいのかな。おー、止めさせてもらっていいでしょうか。さあ、着きました。三条編成、服部くんと、すごい編成だな。よし。で、22分、意外と時間やばい。ちょっとスタート行きましょうか。さあ、今止めてきましたけど、一応こんな感じで、公共交通および周辺施設を利用される方のためのものですってなってるんで、まあ、一応電車に乗るんだからいいですよね。公共交通の利用ってことだからいいでしょうね。
あ、こんにちは。こんな感じなら、バス乗り場もあって、ここから駅前からさっきの市街地の方とかに行けるんでしょうね。地鉄バスは、あれ、高山急行鉄道か。富山だ。で、今が6時25分ぐらいで、次、あ、あれ、言ってんだ。次の時間が6時、6時30分?あれ、まあまあいい時間?まあまあいい時間じゃん。そっか、今日はちょっと後から見よう。何キロ帰るのか、北陸線連絡するよね。いくらだったっけ?高岡から越中山までで150円でいいんだ。安い。安い。よいしょ。これで、30分だって言われるな。あ、2番線が出てることもあるんだ。夜のリマルリブ。先頭車から乗らないといけないみたいだから、こっから乗ればいいのかな。よっしょ、走ってます。駅の内容はまた後からゆっくり動きましょう。とりあえずちょっと一息乗って山田に向かいましょうね。すごいよ。